願いします。よいしょ。くれるのはめっちゃ嬉しいしありがたいんですけど、何求められてるかめっちゃ気になります。ああなるほど、はい、ライズからどんなことを求められてるか。そうです、はい。逆に国枝選手はどういうことを求めてライズに、もともとおった団体ではオープンフィンガーとかなかったんで 57.5 で、オープンフィンガーで出ていきたいなとか思ってたんですけど、いきなりなんか変な嫌な選手とやることになったんで何を求められてるのかなってめっちゃ気になります。もちろん新たな風を、はい、期待してのオファーだとは思うんですけれども、はい、ライズとしても、いや、その梅井選手が結構ずっと負け取ったって聞いてたんで、この間勝ったじゃないですか、かける選手に勝って、その次、僕を踏み台にもう一戦勝って上に上がりたい、その当て馬に当てられたんかなと思ってるんだったら、その期待には応えられへんなとは思ってます。会見の時におっしゃってたんですけど、パンチ力でどこまでかき乱せるか、はい、もうそれしかないです、はい、そこにかけてるような感じ。そうです、だから梅井選手あんな動かんともう止まっといてほしいですね、僕の目の前で、はい、立ち止まって殴り合ってくれたら。そうですね、自信しかないです、それやったら。ちなみに門口選手とか、はい、塚本選手とか、はい、結構ライズファイターと仲いい方も多いと思うんですけど。多いですね、はい。もともとライズ会場をいらしたりもしてて、はい、ライズ自体にはこう国枝選手からはどんなイメージを持ってましたか？めっちゃ上手くて、めっちゃ上手い選手、上手な選手で若い人が多いなって思ってました、はい、でも元々おった団体クラッシュとか K1 とかに比べたら KO する選手少ないかなとは思ってました。だ、上手い選手同士でやるから KO があんまり現れへんのかなとか思ってました、はい、逆にそこに自分が入ったらまた違うファイトを見せれる。はい、僕判定で本当勝てないんで、倒すしかないんで、それしか狙ってないです。今回初参戦なので、はい、どうしてもこうイメージ的に外敵みたいなイメージにはなってしまうと思うんですけれども、最近多いです、めっちゃライズを主戦場にしていく、はい、ぜひ考えはありますか？はい、もちろんです。ぜひもうこれからもずっと使ってください、引退するまで。お願いします。ちなみにオープンフィンガー興味あるとおっしゃってたんですけど、はい、ライズのタイトルとかはどうですか今？僕その門口チャンピオンじゃないですか、今門口選手がチャンピオンなんですけど、プライベートでも仲いいんで、もうリングに立つことも考えれないですね、はい、なんで、引退じゃないわ、返上してほしいです
もうあの選手上でも下でも多分通用するんで、早く返上してフェザークイーンにしてほしいですね、僕が梅に勝ったら。そうなった上で狙っていきたい、はい、か、まあ世界のベルトを行ってもらうかですね、はい。逆にオープンフィンガーとかそういうところでも自分の持ち味を見せていきたいような感じで。見せれると思うんですけどね、オープンフィンガー。でもどっちにしろ勝っても負けても多分面白い試合はできると思います、はい。今回あの梅井選手どういう印象を持ってますか、はい。めっちゃやりたくない相手でした。めっちゃ嫌いなタイプやなと思って、あのかける戦僕現地で見てたんですよ、長谷川の試合やったんで、この選手めっちゃうまいなみたいな、でも俺と試合したら絶対おもんない試合になるわと思ってて、その1週間後ぐらいにオファーあったんで、こういうこと思わんとこうと思いました。思ってたことがそのまま実現しちゃってる。そうなんですよ、はい。あの会見の時、梅井選手はレベルの違いが分かると思うというようなこともおっしゃってましたけど、それ聞いた時はどのように思いました？うん、パンチ力の違い見したろうかなと思いました、はい。でそれぞれの武器で戦っていく。そうですね。ただ使用試合になる試合だけは先頭入れて言っといてください。わかりました、はい。もう当てて逃げてだけはやめて言っといてください。わかりました、はい。そのように梅井選手にも伝えておきます。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、他ご質問のある方、はい。ボンカテクのプレスラッパー、お願いします。あの、K-1 とライズが対抗戦やってたじゃないですか。 K-1 とライズ対抗戦、はい。ライズが対抗戦、はい。それを見ててこうどんな思いが来たの？どんな思い、その対抗戦やった月ですかね、そのモンゲス選手と郡司選手がやった試合ですよね。これもあのエンドか、まあ、一連の対抗戦があるじゃないですか。その対抗戦の一番最後に実はあの平野亮太と勝手に対抗戦してたんです、僕。勝手に対抗戦して勝手にやられちゃってたんで、まあ、それの仕返しも含めて今後ライズでやっていきたいなとは思ってます。あ、そういうことですね、はい。あの先ほどのその上手い選手がやるぞはこういう見せ場にされる、はい。そういう相手とやっていくってことはどうなんですか？そうですね、そういう相手にどんだけ正面からぶつかれるかなと思って。ちょっと戦闘派じゃなくて自分のペースに。そうです、僕のペースに、まあ、打ち合い、パンチの打ち合いにどんだけ巻き込めるかなっていう思ってます。実際、梅井選手と付き合ってくれると思います？いや、絶対付き合ってくれへんでしょ。もう性格悪そうな顔してるっすもんね。ね、絶対打ち合えへんで、みたいな顔してますもんね。そういう相手にどうなんですか？どうやって戦うんですか？まあ、打ち合ってくれへんかったら塩試合になるから、僕、塩試合だけはほんま嫌なんですよ。なんで頑張ってそこに巻き込みます。なんでこういうインタビューとか SNS とかでちょっと今から打ち合うように頑張って仕向けようかなと。やっぱり男の子ね、梅井選手も男の子やってるんで、あんまり言われたらやっぱ打ち合うしかなくなるじゃないですか、はい。なんで頑張ってそこに持ち込めるように、もう今からもう試合始まってるみたいな感じでちょっと頑張って巻き込んでいきます。はい、やっぱあれですか、ちょっとライズに出るからとはちょっとこう違う風を吹かしたい。いや、吹かしたいとかはないんですけど、でも勝手に吹くんじゃないかなとは思います。あとワンキャッチワンアタックが、はい、その K-1 グループと違ってあるんですけど、はい、そこはどうですか？もともと K-1 グループ行く前に違う団体でワンキャッチワンアタックも肘ありもやってたんで、そこは全然大丈夫かなと思います。だからその会見時も今もオープンフィンガーグローブ
試合っていうのをやってみたいとおっしゃってたんですけど、はい、ちなみにこの選手と殴り合いたいのありますか。いや僕ライズ本当モング選手、岩合選手とかエクサレスのジムの選手と、まあ、ナインプラスでクツワ選手とかしか知らなくて、フェザー級に誰がおるか全然知らないですよ僕。はい、だからこの選手とやってみたら面白い試合になりそうやなとか、この選手やったらオープニングでやるんじゃないかなっていう選手がおるんやったら逆に教えてほしいです。もうでも気持ちとしてはこの運営戦が終わったらもうオープンゲームで、そうですね、バンバンやってきた、まあ、とりあえずまあでも運営戦しか考えてないです。そのライズ映って、はい、ライズ出て一発目とかでなんかすごいこうインパクトを残せるかどうかっていうのはすごい 大事な一戦になると思うんですけど、はい、そこでこうあのインパクトを残せる自信っていうのはいかがですか。もうインパクトは残ると思います、僕が出たら勝手に。ライズの選手にはないぐらい、あでも山口選手とか山口兄弟とかめっちゃ打ち合いますもんね、はいはいはい、あんな試合見せれたらいいなとは思ってます。なるほど、わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら最後ファンの皆様にメッセージをします。はじめまして、K1 グループ抜けてライズに行きました国枝です。面白い試合するんでみんなアンチじゃなくて応援よろしくお願いします。